チかバチか。さてどう切り抜ける。受かって超える力を見せてやる。天地を焼く槍まで私の番だね。さてどう決めるか。二人とも。なるほど。ええ、ちょっとちょっと。あ、おそらくかつて私と共500年、私も500、うん、才能にあう、うい、あ、けん、それでもけん、うアルト君、そう、行く、そっか。プラ、僕はルアード500錬金術の力に見せ、それが僕だ。なんだ、いえ、うん、やさ、そう、あいつはいつの間にか前を。俺はどうなんだ。いや、僕と一緒に君たちには。
行き先はどこに行こうかな。最初のきっかけは故郷をかん朝から夜まで研究をして自分の作った道具友と切磋琢磨。僕は日、それは彼女との埋めがたい再追いつきたい。そんなある日、自然の断りをねじ曲げ、大きな力をそのリスクにも一度手を出し、いつしか当初の目的すら友の声から耳。手に入れた朱の花を使って過去を具現化する道具を作ったんだ。二人ともよく見ていてくれ。あれがかつての僕。目的を見失い、周りを見ることを忘れ、錬金術の力に飲まれた俺、守りたかったはずの友。あれが昔のアルトさん。みんなお願いだ。僕が未来に進むためにかつての夢を、一緒にあいつを倒してくれ。うん、もちろん。私も昔のアルトさんなんてコテンパイにしちゃいます。そうですよ。だからあ、行くぞ。
リリの黒。